你好，你好，你好，谢谢，谢谢。こちらのときめき、はい、ときめきプレインダバッグ S デザイン紹介していきたいと思います。見た目がシンプルめなので、まあ、レディースメンズ関係なくお使いいただける商品。こんな人に使ってもらえますよね。そうですね。こちらのバッグは、はい、なんと別途商品の DIY セットも販売していまして、はい、バッグ本体色じゃないカラーもたくさんありますので、そちら あのおてこがまたできる商品、こちらにね、はい、つけるところがありまして、はい、飾りをつけることができます。こういうペット商品プラスお持ちのキーホルダーでデコることが可能な商品となります、はい、生地が基本がポリエステルになってて、もう史上一番軽いバッグ、すごい軽いし、はい、やっぱりこのポリエステル素材なので汚れもね、うん、そんなに気にしないで持てるのがいいですね。そうですね。あとはあのやっぱ板バッグといえば、板バッグといえばまずシートですよね、はい、ここからリバーシブルをできます。こちらはリバーシブルになっていますので、こちらに缶バッジつけて見せたくない時はこちらにもできます。こちらの方の缶バッジは 57mm の基準で約24個、うん、75mm の基準で約15個つけられます。はい、お次がバッグのですね、ですね、どうなってますでしょうか。こちらが先ほどのシートを入れる前ポケットの位置ですね。こちらの中にメッシュポケットがついていまして、ここにねペットボトル入れたりとか、ペンライトをさせるバンドついてるので、ここにペンライトをさして整理することができます、うん、ここにもねファスナーポケットがついていて、ふわふわのポケットです。グリルスタンドとか大事なものを持ち運ぶ時もとても保護になるポケットになっていますので、とても便利でお使いいただけます。先ほどもちらっと記事でお話ししたんですけど、超軽量化できた商品となっておりまして、本体のみで約 400g、 こんな感じだけで本当に軽いので、本当に軽い。缶バッジつけるとやっぱ重くなってね、うん、しまうっていうのもあるんですけど、バッグがすごく軽いので、うん、楽にお持ちいただけると思います。初心者の方もしくはお荷物が多くて気になる方におすすめなバッグとなります。本当におすすめです、うん、イエーイ、はい。